8月19から24日に開催されたボートレース浜名湖のオールレディース。前走地丸亀で初優勝を飾り、外線レースが注目されていた森下愛理が初日に走後、膝を痛めてドクターストップ。ファンはもちろん本人にとっても無念の帰郷となった。その穴を埋める大躍進を見せたのが、浜名湖フレッシュルーキー、お務める河合萌え、22イコール静岡。 森下から渡されたバトンを握りしめ悲願の初優勝で締めくくった。印象に残る優勝劇だった。二号艇の河合はピット離れで交代し大外かと思われたが、前付けで三コースをダッシュ。強い意志を感じずに入られないコース取りとなった。それを超えるインパクトを残したのが一度も船を暴れさせることなく鋭い船の向きで突き抜けた一コーナーのまくり差しだ。 同じ戦法で一着となった準優よりも完成されたターンだった。優勝後のインタビューでは、きっと離れで遅れ、動揺して何も覚えていない、と語ったが、その状況で最高のパフォーマンスをやってのけた。決して偶然ではなく、十分な準備を整えて臨んだ結果だと確信している。三浦恵理長島牧といった静岡支部に前看板を破っての価値ある優勝となったが、 見ての通り優勝戦は6人中、3人が地元勢。何やら静岡支部の女子レーサーたちが活気づいている。来年8月、浜名湖で開催されるレディースチャンピオンの出場権をかけた戦いが今年6月から始まっているのだ。また来年2月には各場のタイム上位者が優先出場となる第1回スピードクイーンメモリアルも浜名湖での開催だ。夏場のタイム更新は難しいが、 参考期間は今年11月30日まで。気温が下がれば熱いタイムアタックが繰り広げられるだろう。高いモチベーションでレースに臨める静岡支部女子レーサーの活躍が今後も各地で聞こえてくるだろう。柳島幸子、柳島幸子、柳島幸子、1965年、秋ら40、8月16日生まれ、栃木県出身の59歳。 86年に第59期ボートレーサーとしてデビュー。引退後はスポニチに入社しボートレース担当へ。予想はメンタル面を重視。